はい、皆さんこんにちは、アミティ先生です。今日はですね、 iPad でシールを作る方法を皆さんに紹介していきたいと思います。こんな感じのですね、キラキラのステッカーシールを作っていきます。どうですか？めっちゃ可愛くないですか？これね、100均でめちゃくちゃ簡単に作れるんですけど、今日はこれをちょっとみんなで作っていきたいと思います。で、これね、iPad Mate NFT のイラストですね。で、以前 NFT の解説動画を出したんですけども、まあ、そこで紹介したこういう NFT のイラストをですね、実際にちょっとステッカーにしたら可愛いんじゃないかなと思って作ってみました。で、iPad Mate NFT は7月の16日から発売を開始しようと思ってます。7月の16日にまず25個ちょっと出してみようかなと思ってて、で、iPad Mate NFT 購入してくださった方は、iPad Mate のコミュニティに入って、iPad の情報交換だったりとか、あとは、オフ会かなをやったりしようと思ってるので、そういうの興味ある人もですね、ぜひ買っていただけると嬉しいなと思います。はい、で、今、京都の京町屋に、で撮影しているんですけども、iPad Mate Kids のスクールですね、2月から始まった、iPad のクリエイティブスクールなんですけど、今日はここでシール作りを、子供たちとやっていきます。で、シール作りに必要なものなんですけど、まずこちら、フォトシール用紙で、あとは、クリアホログラムシートですね。これどっちも100均セリアで買いました。で、あとクリアファイルと、あとはこれなんか硬いもの、これアップルペンシルのケースですけど、なんか硬いものを用意してください。あのシールを貼るときにこう空気をグッて抜いて貼るんですけど、その押さえる何かが必要なので、こういう硬いものとクリアファイルを用意してください。はい、じゃあやっていきましょう。さあ、開いてきた。どうぞ。今日 YouTube 撮ります。じゃあ始めていきます。ライブの皆さんよろしくお願いします。今日はシールです。シールじゃーんじゃーん、こんな感じのですね、キラキラのシールを作っていきます。みんなの自分の絵をですね、こんな感じでちっちゃいシールにしていきます。で、こう上からねフィルムを貼ってるんだけど、誰でも簡単に作れるので、今日はこれをみんなで作っていきましょう。作るにはですね、このフォトシール用紙っていうのと、クリアホログラムシートっていうのを使います。セリアで買ってきました。はい。セリアってどこですか？セリアね、そこの近くにさ、泉屋の、知ってる泉屋の2階にあります。で、このフォトシール用紙に印刷します。普通の自分の家のプリンターで印刷します。で、その上からこのキラキラのシールを貼っつけていきます。で、貼っつけるとこんな感じで上がねキラキラになったようなシールが作れます。 OK、 そしたらやっていきたいと思います。皆さんプロクリエイトを立ち上げてください。じゃあプラスボタンを押して、ここのもう一個黒のプラスボタンを押してください。黒のプラスボタンを押してください。そしたらこんな感じの、自分でキャンバスのサイズを設定できるようになるのね。で、このフォトシールのサイズがですね、 127×89 ミリサイズでございます。じゃあここM を押してください。 M を押してください。ここ M を押して、127で、下89。これセンチにしたら、センチにしたらでかすぎる。センチにしたらでかすぎるからやめて。ほんまや、ほんまや、127センチ。はるくんの身長や。OK、 じゃあ作成ボタンを押してください。作成ボタン、そしたら白の画面出てきます。で、これがこれです。これがこれ、これがこれね。サイズ感見てください。で、これ縦にしてもいいよ。縦にしてもいいし、横にしてもいい。このサイズやから、半分半分、半分半分で2個作ってもいいし、もうでっかくボンって書いて1個でもどっちでもいい。OK でございます。じゃあ皆様書いていきましょうか。みんな好きな絵を検索してみようか。じゃあピンタレストで、あ、自分のやつでできるんだったら自分でいいよ。でも、このシールどこに貼ればいいですか？どこに貼る？ iPad でしょ。iPad でしょ。怒られるかな？誰に？
僕のお母さん、あ、そっか、お母さんのやつか。アミティ先生は YouTube の著作権のために人形にします。はい、めっちゃ可愛くない？はい。すごいじゃん。これどうやって描いたの？すごいね。どうやって描いたの？めっちゃすごい。対象ツールで。対象ツールで。昔これとか使ってた。本当だ。これシールどう？これいや？これも。これいまいち？まあこれもいいと思う。これもいい？も。でもさっきのやつの方がなんかシールっぽいかな。これさ、でもシールどうやって切る？四角にする。シールとこれ全部切る。マジで？本当に？できる？よし。じゃあそれでやってみよう。ちっちゃめシールやね。あんま大きくても。そうね。そうね。確かに確かに。そのままがそれでいい。これはでかいね。これでもプロプレートって書いてあるな。オリジナルキャラクター。すごっ。七？七子くん。七に四って書いて七子くん。猫。猫なのね。と、なんか時々狼風に描くときもある。めっちゃ、他にある？その七子くん。あ、そういうこと。あ、すごい。七子くん、いろいろ。めっちゃすごい。これは？それも七子くん。かわいい。めっちゃいいじゃん。これ何？ドライインク？チョーク。チョークか。チョークやって。めっちゃ可愛いです。どうですか？えいちゃんの。あ、いいじゃん、いいじゃん。これオリジナル？これはオリジナル。オリジナルキャラですね。じゃあ保存しよっか。保存します。保存。もう僕は来たので大丈夫ですよね。おお、かわいい。めっちゃいいよ。背景も塗ったんや。はい、せいくんできたで。どう？いい感じ。じゃあこっからさ、あのキラキラを貼っていこう。そして、でこれをここにきれいに貼って、そしたらこれで押して、ぐーって押して、ぐーって押して、空気入らへんように。そうで、なっちゃん引っ張る。手前引っ張る。すみません。すみません。行け。そう。行けた。すごい。すごいね。すごい。めっちゃキラキラ。
でこれ剥がす、あの、うん、これから剥がす、これを入るから、ここのシール剥がす、うん、おー、きた、よし、できた、すごい、できた、完成、見せて、かっこいい、じゃーん、めっちゃ綺麗、先生に送っていいやつ、うん、何、あれ、うん、ちゃんの、はい、ここちゃんの完成、あー、すごい、ちょっと出た方がいいかも。ちょっと出た方がいい。はい。押す。うまい。うまい。入ってますね、ガンガン。そう。ガンガン。どこどこ。ほんまやん。もう一回でーす。もう一回でーす。来ました。ミティ先生のやつ。これ使うけど、何でもいいよね。硬いものやったら何でもいい。そうですね、教えたらいい。そうです。多分みんな視聴者は iPad 持ってるからこれが一番いい。これですね。わあ。で、はい、はい。そしたら、あの、この箱を持ってくっとお願いします。行きます。はい。おお。できた。ああ、いけたいけたいけた。かわいい。じゃーん。出ました。はい、ハリネズミのシール完成。どうよ。撮ってます。おお。すごい。イエーイ。綺麗。綺麗できた。見して。見して。あー、すごい。かわいい、おいちゃんのです。持って帰るよ。できた。じゃあ保存して、マイマイに送ろうか。でもかわいい。できた人いる？あ、来た。かっこちゃんの来ました。おー、すごい、かわいい。これじゃ切りますわ。アミティ先生さ、これさ、ギリギリに切っちゃったけどさ、あ、なんかこう白いのが残ってた方が可愛いかもしれんの。あ、じゃあもう見せて。はるくんです、はるくん。はるくん、これ対象ツールで作ったの。はい。すごくない？これ消しゴムで消したんやんな、重なってるところ。いや、あの、現実の消しゴムでは消してない。現実の消しゴムでは消してないね。あおいちゃんです。かわいい、めっちゃかわいい。これがアミティ先生の NFT のステッカーですね。大成くんのです。大成くん、これってさ、自分で考えて書いたの？なぞり絵？なぞり絵じゃないの？見て書いたの？はいはいはい。ね、書いたんか。できるできる。シール持って帰りたいし。なんで業者みたいになる？え、業者のやつか。必要？綺麗にできた？うん、して。よいしょ。はい、これ綺麗にできたやつですね。これ綺麗にできたやつで、これ失敗作ね。こんな感じ。全然違う。いや、嫌なんだな。ねえねえ。今度来た時、早い人から。見た人はできる。はい、じゃあ YouTube ライブの皆さん、お疲れ様でした。こんな感じで終わりです。バイバイ。